皆さんこんにちは、しゅなたんです。今回はですね、2020年初めての Get Ready With Me を撮っていきたいと思います。今日ブルーノのライブに行くんですよ。東京ドームで何公演ですかね、めっちゃ多分公演数あって、でも全然私当たらなかったんですね。で、なんか追加公演みたいなので確か応募した時に当たって、今日は待ちに待ったライブということで準備を今からしていこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速メイクからやっていきたいと思います。撮影するのも結構久しぶりかも。そう、年末年始でね、ヨーロッパに旅行に行ってて、 Vlog も上がってるかと思うんですけど、そう、旅行に行ってたので、まあその期間は編集とかもしなくて、まあ、ずっと撮影はしてたんですけど、 Vlog の年明けてしっかりとこうやって撮影をするのが初めてな気がするので、 Vlog のね編集とかはずっとやってるんですけど、まだ見てない方はぜひ見てください。本当にもう夢のような Vlog になってますね。もうヨーロッパは本当に何もかも違うので、とっても異世界なVlog になってるかと思います。でもやっぱ編集してると、もっとこういう感じで撮っとけばよかったとか、やっぱり素材のなんだろう、物足りなさというか、編集して気づく素材の足りない部分というか、やっぱり出てきちゃって、 Vlog の編集をしながら一人で反省してました。わー、ここはちょっと違ったなとか。旅行中はもうね、やっぱ初めてっていうのもあって、すごくもう見るだけで、いるだけでもう精一杯だったっていうか、ぶっちゃけ忙しかったですね見るところがありすぎて、まあでもどこ切り取っても本当にすごい素敵なので、結局 Vlog もいい感じにはなったかなと思うんですけど、もっとこの場面撮ってけばよかったなとか、それこそ3本目のスイスのジュネーブの空港で一泊ね、私たち空港泊したんですけど、その時の素材とか、まあでもそこはもう本当疲れ切ってたからっていうのもあるはあるんですけど、やっぱ今思い返せばもっと撮っとけばよかったなっていうのがあるんですけど、また絶対行きたい、ヨーロッパ。今回イギリスがちょっとあんまりしっかり回れなかったなと思って、そうだから次行った時はしっかりイギリスも回りたいし、他のイタリアとかドイツとかスペインとかもめちゃくちゃ料理が美味しいって聞くので行きたいなって思うし、行きたいところだらけですね本当に。今年はどのぐらい旅行に行けるかしら。前のあの質問コーナーでも言ったけど、オーストラリアは絶対に行きたいなと思って、でもアメリカもやっぱ、まあ、LA、 ニューヨークも私行ったことないので、ニューヨークも行きたいしとか、本当に行きたいところが多すぎて、でも物価がどこも高いので、やっぱりそこがね本当にネック。今日はちょっとどうしようかしら、どういうメイクで行こう、あんま決めてなかったんですけど、スモーキー系がやっぱタイプではあるんですよね。あ、なんかストーンとかもちょっとつけようかな、インタレストで。いろいろ見てみるか。こういうのとかもめっちゃ可愛いし、こんなのとかもめっちゃ可愛くないですか。変更パールかな、これ。ブルーのラメを普通に乗せてるのかな。まあというか、もうこの出てくる方たちがね可愛いんですけどねこういうアイシャドウ単色みたいな感じで仕上げるのとかもやっぱ可愛いですよね。スモーキーにしてちょっとチークを濃いめにのせてみようかしら。なんかさ、こういうホワイト系のアイシャドウとかめっちゃ可愛いなと思って、私もやりたいんですけど、私がやると本当にもう顔が平らすぎて、白くすることで余計になんか平らに見えちゃって、ホワイト系のアイシャドウは練習したいなって思ってるんですけど、可愛いなやっぱ。どうしよう、まあ、とりあえずちょっとスモーキー系でやっぱり行こうかなと思います。私がシェーディングに使ってたこのヒンスのビルドーンっていうカラーが結構スモーキーな感じのカラーなので、これをちょっと全体に塗っていきたいと思います。もう手で塗っちゃおうかな、結構ガッツリと。これ一色でもまあ可愛いんですけど、ちょっとスモーキーさが物足りないかな。もうちょっと欲しいので、新しくゲットしたシェーディングがあって、ジュディードールのこのシェーディングなんですけど、ここでハイライトカラーもあって、ここでシェーディングもあってみたいな、結構これ1個でコントワーがしやすいっていうパレットなんですけど、この右下のカラー使っていこうかな。目尻側に見せて、ややかも、結構ややなので、ティルティルのこのカラーにしようか、右下のブラウン、これで寄り締めていきます。
どうしよう、キラキラの強か迷うな。私結構普段マット系が多いんですよね。なんか目頭だけにちょっとキラッとしたの乗せたりとかはするんですけど、普段は結構マットなアイシャドウで仕上げることが多いんですけど、今日どうしよう、乗せようか、乗せてみようかな。ていうかなんか最近この、わかります？ちょっと彫りっぽいのが出てきて、たまに嬉しいのとちょっと悲しいのとみたいな。でも彫りができるのはすごく嬉しいんですけど、それに伴ってあ、ちょっとなんていうの、年を重ねてきたのかなっていうこの変化でっていうのを感じてしまい、ちょっと悲しい。まあでも言うて私ももう24ですから、本当にどうっすよ、どうする、みんなどうする、マジであっという間ですよ。本当に年ってすぐ取る、特にやっぱ20代入ってからはもう本当に秒で取りますよ、年。想像以上に早いので、私はもう24って年女なんですよね。辰年だから、辰年ってでもなんかかっこよくないですか、辰年の女。絶対に私は辰年だったなって思います。でも私たちの代は早生まれじゃない子はうさぎ年なので、絶対に私は辰だったなって思いますね。そう考えるとうさぎっぽくはないよなと思って。どうしよう、めちゃくちゃ悩んでいる。キラキラを乗せようか乗せまいかめちゃくちゃ悩んでいるんですけど、してみようかな。さっきのなんかブルーっぽいの可愛かったですよね、めっちゃ。なんかグロスシャドウみたいな感じなのかな。なんかちょっと一回探してみます、ラメのアイシャドウ。いいのあるかな、何かあるかしら。あ、紫とかも可愛いな。今日ちょっとお洋服がイエローと真ん中にブルーのリボンがついているので、ブルー系の方が合いそうな気はしますが、ここら辺とか良さそうかな、どうだろう、ちょっと一回これ持ってってみよう。はい、ということでここら辺ちょっと一回塗ってみようかな、か手に一回出してみようか。こういう感じとかも可愛いし、これ結構ブルーなんで、こっち系でも可愛い。でもあんまブルー強すぎてもちょっとあれか、上の方が可愛いかもしれない。パンパンパンと置いてスモーキーなんだけどキラッとみたいな、絶対可愛い。乗せてみます。これはもう手でやっちゃいます。調節をしやすいので軽く取って、ポン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 、全体的にかぶせちゃった方がいいか、これ。うん、可愛い。このなんかネイビーっぽいカラーが可愛くないですか。ブラックではないんだけど、ブラックみたいな見え方もしてくれて、ちょっと抜け感も出る。ちょっと今日はダークな感じでいっちゃおうと思います。こんな感じか。それで涙袋は普通に作りたいので、いつも通り描いていきます。最近はその Vlog の編集をずっとやっていたので、全然メイクをしてなくって、すごいなんかメイクするのが久しぶりでちょっとドキドキしてますうまくできるかなって。久しぶりで、しかも動画撮ってて、さらに普段とは違うメイクっていう。そしたらアイラインを引いていきたいと思います。みんな今年の目標はなんか立てましたか？結構あれなのかな、みんなってやっぱ1年の目標とか立てたりするのかな。なんか私あんまりそういう習慣がなくて、何を目標にしたらいいかわからなくて、些細なことでもいいんだろうなとは思うんですけど、なんか簡単って言ったらあれだけど、簡単すぎてもなんかなって思っちゃうし、なんかこうちょうどいい目標っていうかが難しくって、だからなんかみんなのその目標とかを聞きたいなと思ったんですけど、なんか私結構その海外の方の YouTube とか見るの好きで見たりするんですけど、割とみんなその2024年の目標とか
かこう細かくノートに書いてとかやってたりするのを見てちょっとやってみようかなとか思ったりはするんですけど、何からやったらいいのかなっていうのが結構あって、やりたいこととかは多分自分の中であるはずなんですけど、それを改めてじゃあ何なんだろうって考えるとなんだっけってなっちゃったりとか、私なんか定期的に思うのは私ってなんかあんまり考えて生きてないのかなって思うんですよ。考えてることは絶対あるはずなんですけど、それをいざ思い返してみた時にじゃあこれはこうとか頑張って深掘りっていうかめちゃくちゃ考えれば出てくると思うんですけど、こうパッてじゃあ例えば去年一番感動したことはとか、去年嬉しかったことは悲しかったことはとか聞かれてもなんかなんだろうってすごい悩んじゃうんですよね。なんかそういう時に結構あれ私ってなんかあんまり考えて生きてないのかなって思っちゃって、そういうもんなのかなみんな。でもなんか友達とかと話しててもなんか今までで一番感動したこと何とか話してて、私は悩んでるけど周りの子は結構スラスラ答えれてたりとかして、その度にあれって思うんですよ。あるとは思うんですけど、だからなんかもっといろいろ経験を積みたいなとめちゃくちゃ思います。やっぱそれが結構最近の悩みっていうか思ってること、この時期とか余計にそうですよね。だってなんか新しい目標とか去年の振り返りとかでそういう風に思うことが多くて、なんか私なんとなく生きてるのかなとか、ただ生きてるだけなのかなとか思っちゃったりしちゃったり。よし、じゃあ眉毛をやっていきたいと思います。ちょっと今眉毛が無法地帯で汚いかも明日行くんですよ、またハリウッドブローリフトに。そこでまた整えてもらおうと思っているので、ちょっと今日はご勘弁をお願います。あ、そうだ、そういえばこの前その実家に年始で帰省してた時に、実は私ピアノずっと習ってて、インスタのストーリーでねあげたんですよ、久しぶりに弾いたところを。そしたらなんか予想以上にみんなから反響があって、そう、私小学校の時に卒業式で弾いたんですよ、旅立ちの日に。をでなんか最近すごいピアノまた弾きたいなと思ってて、実家帰った時にあ、そういえば私ずっと弾きたかったと思って、久しぶりにやってみたら全然わかんなくなっちゃってて、で楽譜ももうないかもみたいな感じになったからYouTube でめっちゃ検索してなんとか思い出して、でそれをちょっと弾いた動画をストーリーにあげたんですけど、もっと弾いてるとこ見たいですとかもっと聞きたいですみたいな感じでみんなが言ってくれて、でやっぱ久しぶりにやるとめちゃくちゃ楽しいですね。私ができる楽器はピアノと、あとは小学校の時に金管バンド部っていう部活に入っていたので、コルネット、トランペットのもっとちっちゃいバージョンみたいな楽器は使えるんですけど、本当はねなんかギターとかもやってみたかったな。ギター弾けるのマジでかっこよくないですか。何度かちょっとやってみようかなって思ったこともあるんですけど、いや無理だなと思って私にはできないかもと思ってやったことはないんですけど、いつか機会があったら弾いてみたいな。あ、でちなみにね、本当にちなみにの話をすると、その実家でピアノ弾いた時にうわ楽しいと思って買っちゃいました電子ピアノなんですけど、もちろん買っちゃいました。もう本当大人って何でもありですよね。お菓子も買えちゃうし、アイスも買えちゃうし、ピアノも買えちゃう。そうなので最近は結構まあ夜とか仕事終わってちょっと弾いてから寝るとかしてますね。楽しい、やっぱ。でも全然まだその旅立ちの日にぐらいしかちゃんと弾けるものがないのであれなんですけど、いつかもっといろんな曲を弾けるようになりたいなと思って、やっぱ合唱曲とかちょっとエモいなと思って弾いてみてるんですけど、それも YouTube で見たりとかして弾いてるんですけど、めちゃくちゃ難しくてびっくりした。旅立ちの日にがどんだけ簡単な伴奏なのか思い知らされましたね。でも今はちょっとずつちょっとずつ頑張ってはいるんですけど、ちょっと心折れそう。あとやっぱ紙の楽譜の方が見やすいので、断然今そのピアノの楽譜の本というか買おうかなってちょっと悩んでる最中です。多分私は買うと思う思い立ったら行動派なので買っちゃうと思います。本当に飽きないことだけを祈っている。興味もすごい強いんですけど、その分飽きもすごくて、飽きると本当にやらなくなっちゃうので、どうか飽きないことを祈ってます自分で。一応なんか使わない時は立てかけれるような感じのものを選んだんですけど、にしてもまあやっぱ結構幅も取るので
当にどうにか飽きないで自分と思いながら使ってます。あれ聞きたい、みんな合唱曲やったら何が好きですか？好みあるじゃないですか、あれってやっぱ。でその合唱コンクールの時とか、毎年毎年その楽曲選ぶ時にこれは絶対取り合いになるよねみたいな人気曲あったりするじゃないですか。私はちなみに歌ったことはないんですけど、コスモスがやっぱすごい好きでしたね。結構コスモスも人気曲だったと思うんですけど、どんなんだっけどんなんだったっけっていうか、あれだ、光の声が空高く聞こえる、君の星だよ、みんなみんなですか。あれ好きだったな。チークをします、がっつり塗っちゃいます。どうしよう、なんかちょっとこの目の下あたりに塗るか、いつも通り、いつも通りがいいか。言うて私はいつも濃いめなんですけど、今日はもうしっかりと塗っていきます。なんかもう言うてる間に卒業シーズンですよね。早いよね本当に、この年明けてからの。学生の方とかいるのかな、私の YouTube 見てくれてる方で。なんか前はやっぱり私も学生だったりしたから結構多かったんですけど、最近はもう就職しましたとかっていう方も増えて、すごい私もそうですけど、みんなの成長も感じております。日焼けチークが好きなのでここにも入れちゃいまして、鼻の先はこのチークだとちょっとヨレが気になっちゃうので、いつもアイシャドウとかでやっちゃうんですけど、私は最近このパーフェクトダイアリーのアイシャドウパレットのこのねピンクっぽい色、この鼻先に入れてます。よし、そしたらハイライトをしていくんですけど、ハイライトはもう安定に MAC のライスカ。今日のメイクめっちゃ好きかも、個人的に。なんか全然そんなライブ以外でも使えそうだから、普段もやりたいな。かわいい。やっぱこのスモーキーなのにもかかわらずラメが入ってキラッとする感じがポイントですね。よし、そしたらリップをしていきたいと思うんですけど、今日はちょっとリップライナーから使ってやっていこうと思います。 MAC のリップペンシル、これでちょっとジュールの縁を描いていきます。やばい、カズノスが頭から離れない。最近はもう私、まあ、年中なんですけど、すごい唇が乾燥しやすいので、もうあのラネージュのリップクリームなしでは生きていけない唇になってますね。もういろんなリップクリーム使うんですけど、やっぱラネージュのやつは仕上がりも好きだし保湿力もしっかりあるので、めちゃくちゃ愛用してます。なんか海外のセレブとかも使ってるし、やっぱあれは素敵なアイテムです。そしたらリップは今日はこのシューの新しいやつ、これを使っていきます。ケヌルージュクリーム BR772 番、これがめっちゃ可愛い色なんですよ。この前あのインスタでタイアップさせていただいた時にいただいたやつなんですけど、すごい可愛い色なんですよね。なんかブラウンなんだけどしっかり血色感もあるから使いやすくって、デイリーにも使えるし可愛い。よし、こんな感じでメイクは OK かな。あとちょっとラインストーンをつけようかなと思ってるので、どこにつけようかな。眉のところにつけるの可愛いなと思ってて、私結構鼻に鼻ピみたいな感じで最近よくストーンつけたりとかしてるんですよ。でその時も結構、鼻ピ開けたんですか、ついに開けたんですかみたいな感じで結構 DM いただいたりするんですけど、全然あのラインストーンでつけてるだけで開けてはないんですよ。そう、いつもこのね Amazon でゲットしためちゃくちゃ大量に入ってるこのラインストーンを使ってるんですけど、これをもうほんとつけまのりでつけるだけ。今日も眉毛のとこにやってみようかな。絶対可愛くない？そこにやるのは私初めてかも。でもここら辺かな。ちょっとカメラだとあんま見えないかもしれないけど、本当はなんかもうちょっと黒めのやつとかがあったらよかったんだけど、ちょっとこれしかないので。感じか、どうでしょうか、見えるかなあ、見えないか。うん、
いい感じだと思われる。よし、ということでメイクこんな感じでできました。出来上がり。さあ次は髪の毛やっていこうと思います。髪の毛はちょっと一個私やりたいなって思ってるのがあって、もう何もやらないんですけど、この状態で特にアイロンとかはせずに、今これフード付きのパーカーを着ているので、フードをかぶってフードごとピンで止めちゃう的な的な、どうですかねなんか私的には可愛いかなって思ったんですけど、そしたらまあフードも取れることもないし暴れても大丈夫、超簡単秒で終わりましたね、ヘアレンジ。じゃあ最後ちょっとコーディネートを紹介したいと思います。はい、ということで本日のコーディネートこんな感じです。じゃじゃーん。今日はですね、まあ、ライブということで、ライブということでっていう感じでもないかもしれない、でも意外とポイントはやっぱライブ中、ライブ前は感じだと思うんですけど、もうライブ中なんて熱くなっちゃうと思うので、こう何段階かで温度調節ができるようにしてみました。まずこの歌はザラのやつです。なんか企画で買った気がするんですけど、確かこのブラウンのちょっと光沢感のあるショートのダウンを着てます。その中のこのジップパーカーは、これは H&M のやつです。これもちなみにめちゃくちゃミニな透け感のパーカーになってます。で、このトップス、このキャミソールがね、私が好きなエステルっていうスペインの女優さんがいるんですけど、その方が着ているのを見てめっちゃ可愛いと思って、でもどこのか分かんなかったんですけど、検索とかいろいろしていったら、このオーマイティっていうものかなっていうところのブランドのものっていうのを発見しまして、ゲットしました。これめっちゃ可愛い、イエローのキャミなんですけど、これ一応調節もできたりするし、あと真ん中にブルーのリボンがついててめっちゃ可愛いです。そしてこのパンツがザラのやつなんですけど、伝わるかなカメラで、めちゃねモコモコしててファーなんですよ。これちょっと毛足の短いファーなんですけど、普通のブラックのパンツじゃないっていうところがちょっとミソかな、ライブコーデの。そしてバッグね、これめっちゃちっちゃくて可愛いと思うんですけど、これあの遅いのバッグです。めっちゃ可愛くない？1回遅いのポップアップにご招待していただいた時にギフトでいただいたバッグなんですけど、遅いって OSI かなってできてるじゃないですか。そのそれぞれの形のバッグ、このミニバッグがあって、 S を見かけちゃって、もう私は絶対にこれだと思ってこちらのバッグをギフトでいただきました。もうシルバーの感じも可愛いし、まあ、何よりも S っていうのがとてもお気に入りのバッグです。でシューズはスニーカーにしました。ライブなのでアシックスのシューズを履いてます。ということで本日のコーディネートはこんな感じです。はい、ということでこんな感じで準備が完了したので、今からライブに行ってきたいと思います。嬉しい、楽しみ、めちゃくちゃ。前回にブルーノが来てた時のライブに行けなくって、でずっと行きたいなと思ってたら、また結構すぐ来日してくれたので、すごく嬉しいです。めちゃくちゃ楽しみ。頑張って、歌詞もねちょっとわかんないやつあるんですけど、頑張って予習して、もう残り数時間ですけど予習して楽しんでいきたいと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。